じゃ、こんにちは。さゆたかさん、はい、年代物が1980年代偶数奇数終わりましたね。90年やったっけ。90年はまだ突入してないんです。ああ、まだだな。そうです、1988年89年で終わってるので、今日はですね1991年を振り返っていきたいんですが、はい、この年まずセリーグの優勝は広島カープでした、はい。2位の中日ドラゴンズに3ゲーム差ということで、まあ競ってるよね。でもね、そうですよね、見ると。で3位のヤクルトスワローズからはもう7ゲーム差となっていき、でジャイアンツが4位で、5位が大洋ホエルズ、そして6位が阪神タイガースと。その年ね、確かね、ダントツに阪神弱かったんだよ。26ゲーム差ですもん。そうでしょ、太陽5位だけど、はい、そんなに悪くないんだよね。悪くないです。ジャイアンツと2ゲーム差なので。いやいや、でもなんていうの、借金もそんなにこさえてないでしょ。ない。2つだけです。そうでしょ。はい。あれやっぱ混戦って言われたんだよね。1位から5位までが。ああ、そう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 。ああ、そう。チャンスはあったんだよね。惜しかったんですね。まあ、惜しかったけど、ヤクルトが強くなってきてたよな。それ後で振り返りましょうね、メンバー見ながら。ね、はい、はい。で、パリーグの優勝は西武ライオンズです。で、はい、2位が近鉄で 4.5 ゲーム差で、はい、3位が、オリックス、4位が日本ハム、5位が、ダイエー、そして6位がロッテオリオンズとなるんですが、その3位のオリックスは 18.5 ゲーム差なので、西武と近鉄がこう、まあ、競ってたかなと。まあ2強だったよね、大体ね、パリーグは ね、 ね、うんうん。で、日本シリーズは広島と西武ライオンズで、戦いが行われて、西武ライオンズが2年連続10回目の、日本一になります。あっという間に10回目だもんね。すごいですね。すごいすごい。やっぱり強かったですね。やっぱ強かったよ、黄金期を作ったからね。で、この年どういった選手が、まあ、ここそれぞれ活躍したか、はい、まあ、今ちょっとだっと出ていますけれども、最優秀選手は広島の、笹岡慎二さん、まあ、笹岡投手ですね。笹岡もいいピッチャーだったね。今年から監督やってるけどね。あ、そうですね。あ、で西武は、角大元投手です。はいはいはい。だから最優秀選手はどっちも投手だったっていうことですね。まあそうだね、まあ投手が弱いところで優勝するのはそんなにないからね。まあ85年の阪神ぐらいだからね。あのダイナマイト打線みたいな感じで。そう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 、うん、あね、でもまあ最優秀新人ってさ、はい、森田って中日ってあんまり記憶にないでしょ。ないないです。いやでも小さいピッチャーでさ、はい、もうほんとタフなピッチャーだったんだよね。そうなんですね。もう何かあったら投げてきてたよ。ああ、まあだ新人取ったんですね、その森田さんが。そうだね。で、はいはい、首位打者にヤクルトの古田さんが。その時ね、落合さんが2位で3位が俺なんだよ、うん。あ、そうだったんですね。3人で争ってたのよ。へえ。で俺が3割3分3人で、古田はその後に試合があって3割4分まで上げたんだけど、うんうん、それまでね6厘差ぐらいだったんだよ。ああ、競ってたの。俺が5の5かなんか打ったら中日戦でね、古田を上回れたんだけど、1打席目でボン出してもうやめた。もうやめたっていうの。もうやめた、諦めた。諦めたんですね。だって5の5かなんかが5の5と5の4ぐらいが必要だったんだよね。あ、もう結構だからもう、いやもういっぱいいっぱいだったな、ね、そうそうそう、うん、なるほど。あとこれ面白いなと思ったのが、そのタイトルの投手部門全部広島勢が取ってるんですよ、うん。いやまあそれだけ良かったもん、広島すごいですね。ふざけんなっていうぐらい良かったよ。いや右も左もさ、横もいるみたいな。もうどっからでも本当にね、バラエティに飛んでたよ。いやすごいな、投手王国だったんですね。まあ投手王国、はい、ね、はい。で続いてベストナイン見てみましょうか。豊さん、はい、どうです、ベストナインの顔ぶれ見て。ベストナインは、うん、まあ俺も取ってんだけど、はい、よく取れたなと思うよね。セカンドで、はい、豊さん取ってますよ。篠塚さんはいる、正田はいるさ、うん、結構激戦区だったんだけど、はい、まあ、これは一つのなんか勲章みたいに思えたよね。あ、そっか、やっぱ嬉しかった。やっぱね、ポジションによってね偏るんだよ、いい選手がいるところのポジションと。
そうすると取りにくいですもんね。取りにくい。自分が、ね、そうそうそう。得点も。うん、だから盗塁を取った時でも取れなかったかな、ベストナインが。あ、だからすごい。だって首位打者がいるんだもん。無理ですね。ああ、いやだから盗塁王ぐらいじゃ無理だったわけよ。でもこの中で山崎隆三っていうのがさ、はい、三塁手の部門で取ってんだよね。はいはいはい。俺が外野手をずっとやってたのよ。で三塁手で取ってるっていうことはコンバートされてるわけね。はい。で山崎隆三っていうのは高校までは内野手だったのよ。あ、そうなんですね。でもプロ入って外野に回されて外野をやってたんだけど、うんうん、なんかこう内野に戻ってきて、うん、まあ、山崎隆三って俺は同級生なんだけどさ、はい、よく頑張ったんだなと思うよね、改めて見ると。ベストナイン取ったってことですもんね。ね、うん、あとやっぱりこの中に常連だった巨人が原さん一人しかいないっていうのが、はい、あ、やっぱりやっぱ低迷の理由だな。そういうことなんですね、うん、そうだね、うん、さあそれではですね、セリーグの各チームのオーダーをちょっとざっと見ていきます。はい、まずは最下位だった阪神からです。はい、1番和田、2番中野、3番岡田、4番オマリー、5番八木、6番真由美、7番、ウィン、8番山田で、ピッチャー陣は先発に猪俣、野田、笠井、湯船というメンバーがいまして、オーダーの特徴なんですが、まあ、長年クリーンアップを支えてきた岡田に衰えが見え始め、2番打者の定着ができなかった。また先発投手陣においても2桁勝利者が1人もいなかった。やっぱ全体的なレベルの低下だよね。ああ、それとやっぱ岡田さんが支えなきゃいけない人が、はい、やっぱこう年齢とともにちょっと力が衰えたということだよね。そうなんです。岡田さんって俺の一つ上なんだけど、このちょうどこの年34歳。そうだよね。だからまあ衰え出したということだよね。そうですね。打率も3番でしたけども2割4分だったので。あ、まあたださ、やっぱりこう掛布さんがいてバースがいてって、うん、その中のクリーンアップの一角を担ってて、うん、やっぱもう自分だけにマークが来るわけじゃない。はい、やっぱつらかったと思うよね。そっか、そういう部分もあるんですね。そういうのがやっぱり成績に苦しいところに出てくるんですね。あるある。それでただオマリーが1年目なんですよ。オマリーな。はい、オマリーが活躍したな。オマリーな、はい、子供心に人と申し訳、網田にこうやってかぶってなオマリーちゃんな。だから阪神ってだからオマリーだったりとかバースとか、やっぱなんかこう子供の頃にすごい覚えてる選手やっぱいますね、外国人。まあ特徴的な選手を取ってくるよね。昔で言えばカークランドとだとかさ、お、まあ、そういう選手がいたんだけど、ものすごい人気者だったよ。あ、そういうなんか目玉の選手取ってくるんですね。ね、うん。続いて、太陽、まあ、横浜です。はい、1番屋敷、2番高橋、3番高木、4番レイノルズ、5番パチョレック、6番宮里、7番清水、8番秋元。そして、先発は野村、それから岡本、中山、大門、斎藤、秋代、中継ぎに遠藤、そして中継ぎ抑えに2年目の佐々木と。まあ、ピッチャーもポッポッと、まあ、佐々木がいたりだとかさ。うん、するけど野村とかねいるけど、はい、うん、まだあの熟してないよね。まだこれからというところ、これからっていうことだよね、うん、で野手はやっぱ下位打線が弱すぎる、下位が弱すぎる、うん、弱い、うん、あ、名前を見てもそうですね。なんか、まあ、名前見てもそう。でベストオーダーの特徴はニュースパーカートリオが再び結成されたということで、うん、ただ4番、ね、レイノルズの守備と肩はメジャー級だったが打撃がいまいちだった。いや精神的にも弱かったんだよ。トイレにこもって出てこねえって。なんで？いや先発だったんだよその日レイノルズが。名古屋球場のトイレにこもって出てこないんだよ、プレーボールがかかっても。おい、プレーボールかかってんだぞってお腹が痛いとか言って。どう精神的なものがお腹に来ちゃうんですかね。いやなんかちょっと弱い部分があったね。外国人選手の、ね、精神面っていうのはあります、言いますもんね。まあ、ちょっとホームシックにかかってたな。そっか、遠い国に来てってことですね。そうだね、はい。さあ4位のジャイアンツいきましょう、はい、1番篠塚、2番河合、3番駒田、4番原、5番ブラッドリー、6番岡崎、7番吉村、8番村田。
で、先発が桑田、宮本、斉藤、牧原から木田で中継ぎ、石毛、水野と抑えは特に書いてないんですけれども、オーダーの特徴としては前の年に比べ重量で打線になったものの走塁のスペシャリストの不在がとても痛かった。投手陣も前年より成績を落とし B クラスとなった。でもそのメンバーで B クラスになるんだね。いやちょっと意外だったんですけど。でもやっぱ他も強かったんだ。やっぱそういうことか。相対的にメンバー見ると、うん、全然戦えるじゃんみたいな思うけど、はい、でも他もやっぱり良かったんだと思う。他もいいから4位だったってことなんですね。だと思うけどな。まあ確かに調子もあっただろうし、はい、だけどメンバーの名前見る限りでは全然勝てるよね。いやそうですよ、全員知ってますもんだって。まあ、はい、全員知ってるっていうのはジャイアンツの特徴だから。あ、まあ、そういうことです ね、 大体ね、大体ザ・ジャイアンツだ。そして、3位のヤクルト見ていきます、はい、番ちょっと楽しみだな。いやそうですよ、1番飯田、2番戸間篠、3番レイ、4番広沢、5番池山、6番畑、7番隅、そして8番古田で、ピッチャーが先発西村、川崎、加藤、尾花、内藤、宮本、バードサスで中継ぎに高津、そして中継ぎを抑えに岡林ということで、オーダーの特徴は新外国人のレイを3番に抜擢したが長打力も打率も打点もこのレイはいまいちだった、最強の8番打者古田が首位打者となった。西村、川崎の2枚看板に、抑えに新人の岡林が活躍した。まあ強くなっていくよな。いや名前見てそう思いました。そのレイを、はい、打てる外国人、長打のある外国人に変えればいいぐらいの感じだもんね。そうですよ、だってブンブン丸もね いらっしゃいますし、広沢もいるでしょ。はい、広沢さんもいますし、それとやっぱピッチャーで言えば西村っていうピッチャーがやっぱ良かったんだよ、うんうんうん、かっこよかったしね、しかもよあのね、力があったボールに俺は苦手だったもん。あ、そうなんですか。苦手だった。なんかね、球持ちがいいというかね、岡林とかはこう大きく腕を振ってくるんで、はい、別に嫌じゃなかったんだけど、西村っていうのはなんかテイクバックが小さくてピョーンとくるんだよね。すごく嫌だったイメージが。だから80年代はさ、うん、やっぱベテランがベテランがあって、やっぱちょっと年だよねって言ってたのが、はい、こう変わってきてるよね、もうね。顔ぶれが全然変わってきてます。変わってきた、変わってきた。うん、はい、じゃあ、2位の中日見ていきます。1番立浪、2番種田、3番ライアル、4番落合、5番大砲、6番長嶋、7番宇野、そして8番中村。でピッチャーは先発中継ぎに角、そして、今中、アンダーソン、山本昌、小松で中継ぎに与田で抑えに森田というメンバーで、オーダーの特徴としてはバンスローに代わって入団したライアルが3番打者としてそこそこ活躍した。で宇野が衰え始めたが大砲が成長を見せ始めた。で投手陣では抑えだったベテランの角が先発で頑張った。抑えには前の年の与田に代わり新人の森田が奮闘した。いいよね、バランスが。立浪、種田だとかさ、はい、若手のね、はい、4年目2年目、だからまあそういうことを考えるとやっぱ中日っていうのは選手の取り方もバランスがいいし、うん、衰えたら宇野が衰え出してきたら大砲が出てくるとかさ、なんか取り方もうまかったんだなと思うよね、中日はね。うんうん、スカウトとかの、ね、うん、方々ってことですよね。では優勝した広島のオーダー見ていきましょう、はい、1番正田、2番前田、3番野村、4番西田、5番山崎、6番小早川、7番江藤、8番達川で、ピッチャー陣です。先発笹岡、川口、北別府、金石、長富で中継ぎに川端で、抑えに大野ということで、オーダーの特徴は長打力は影を潜め守って勝つ野球だった。でセリーグの優勝チームでこれだけ長打力がないのはこの年の広島だけだと思われる。で2年目の笹岡が17勝し大ブレイクした。川口、北別府、大野のベテラン3人衆もチームを支えた。もうね、投手陣はインチキだよもう本当にね、うん、
力があるしテクニックはあるしさ、はい、いろんなもう種類のピッチャーがいたというかさ、うん、でいろんな球種を持ってるバラバラに、はい、そういう投手陣がいたという、うん、だから本当力があったよねピッチャー陣は。いわゆるその長打力はないけれども守って勝つ野球の広島ということはやっぱりピッチャー陣が抑えて、いやバッテリーだよ。野手はそんなにうまいと思わないもん。やっぱりバッテリーだったんですね。バッテリーだと思う。今年は、うん、守りはねそんなにね伝統的にうまくないから、あそこは広島ですか。うん、うまくはないよ。うまくはないけどみんな生き生きやる、そういう元気がカラーなんですね。そう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 、うんうんうん、だから翔太もそんな決してうまくないしさ、はい、京都に野村健次郎入ってる？入ってます。そんなうまくないよ。あ、そうなんですね。そう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 。そんなにね、だからセンターラインって言われる、うん、あのセリーグの6球団のセンターラインと比べると、はい、そんな突出してうまいっていうことではないよね。やっぱりでもね、バッティングはみんなね、テクニシャンが多い。そうなんですね。2番に前田とか入ってるでしょ。はい、入ってます、2年目で。これはやっぱりいいバッターだったもん。すごいよ。そうなんですね。で7番に江藤が入ってるでしょ。3年目で。後のホームラン王が7番にいるんだよ。そう、あ、そうですね。うん、だからやっぱりこう長打力はないって言っても着実になんか育ってきそうな選手たちをしっかり入れてるよね、うんうん、やっぱり優勝するなと。そして やっぱりバランスがいいよな、はい、うん、さあそして、この年一体どういった出来事があったのかをちょっと見ていきますね、はい、今度は、1月23日1月です。ヤクルトスワローズは湾岸戦争の激化を理由に、はい、アメリカの今で行う予定だった春季キャンプを中止、14年ぶりに日本国内キャンプとなる宮崎県西都市で行うことを決定した。湾岸戦争あったな、その年にな、うん、そうね、だからキャンプの時にさ、はい、あの出発前にテレビつけるじゃない、うん、それは湾岸戦争の映像とかがやっぱり今でも脳裏にあるもんね、うん、そうですね、夜中なんかこうと飛び交ってるというかさ、そうです、あの夜ですよね、まさにミサイル飛び交うっていうシーン、あー、まあその年だったんだね。そうでしたね、はい、さあそして3月の8日です。で日本人選手初の年俸調停となっていた中日の落合博満について調停委員会は球団提示の2億2000万円という結論を出した。ちなみに落合さんは当初3億を要求していたんですが、まあ、その後2億7000万にしてたんですが、球団が勝利したってことなんですね。まあそうだね、だから調停行って勝利したの俺しかいないから、うん、あ、そっか、毎回言ってましたもんね。そう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 、あ、そうだ、多分俺しかいないと思う、記憶の中ではってことですね。中ではね、うんうんうん、こっからやっぱりこう おぼろげな記憶だけどねこっから例えば代理人とか調停とかが出てきたっていうふうに、まあ、その後だよね。お茶屋さんの後、その後にやっぱ選手と球団が話すとさ、うん、やっぱちょっと関係性がおかしくなったりする時もあるじゃない。だから中に一人入れようっていうような、うん、まあ、それはもういいことだよね。そうですね、うんうんうん、さあ、4月です。4月14日です。長良川球場での中日対、太陽は延長15回5対5の引き分けに終わり、はい、試合時間5時間42分。これはプロ野球史上2番目を記録します。でなお中日の宇野が、また太陽が絡んでる、宇野が、プロ通算1500試合をの試合出場を達成しますということで、はい、また太陽ですよ。俺さ、それをこうやって振り返ってたらさ、はい、確か俺がエラーして延長になってんだよね。あ、じゃあ4対5とかだったんですか。もうね、それが引き金になったんだよ、多分。何しちゃったんですか、豊さん。多分トンネルだったと思うんだよね。ああ、下を抜けて。もうそれで試合時間が長くなったんだ。じゃあこれ、まあ豊さんがその処理をしてればすんなり終わったんだと思うよ。じゃあ過去高木豊のせいって書いておきますか。そうだ、そうだ。いや、そういう記憶って残ってんな。残ってますね。でも最後ね、最後ね、はい、川端の1、2塁間抜けそうなのを俺飛びついて取って、はい、一応ファインプレーはしてるんだよ。必死だったよね。チャラにしないとですもんね。そう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 。でもまあ勝ちゲームを引き分けにしちゃったからな、まあ、そういう記憶って残ってんな、思い出すとこう忘れてこう振り返ると思い出すね。嫌な記憶を思い出させてしまいました。そうだね、はい、
さあ4月25日です、巨人の篠塚俊雄が名古屋球場での中日戦、二村のゴロを処理し、二塁手の550守備機会無失策のプロ野球タイ記録を樹立、はい、なお6回裏に、種田のゴロを失策し記録が止まる。だから同じ日に記録を作り、はい、同じ日に記録が止まったわけでしょ。なんともすごいことですね、それは。なんかいや、すごい。でもね、昔の人ってさ、やっぱりね、うまかった守備が、うんうんうん、やっぱ土のグラウンドが基本だったからさ、はい、今人工芝のグラウンドが基本になってるけど、はい、昔のは土のグラウンドが基本だったから、うん、みんなこうボールをさばくのがうまかったよね。あ、で篠塚さんはボールの殺し方がめちゃくちゃうまかった。殺し方っていうのは一言に言うと、こう柔らかいんだよ、こう包み込むように取るんだよボールを、うんうん、だから卵がポンと投げられてこう割れないような、そんな柔らかさがあるんだよ、優しい、はい、あれを一生懸命真似しようとしたけどできんかったな。できなかったですか。篠塚さんにはなれなかった。あ、でもやっぱ篠塚さんというのもうまかったな。うまかったんですね。ただこれね、うん、種田さんの頃を失策しなければ、もしかするとプロ野球とタイ記録じゃなくてプロ野球新記録になってね、当然ですよね、可能性もあったでも人間の心理だよな。タイに並んであともう一つってなると、あ、まあもう一つってそれで緊張したわけじゃないけども、はい、記録と並んだ安堵感っていうのもあるだろうね。あ、ちょっとほっとしたっていう。あ、だからDeNA のロペスもそうじゃない、ずっと無失策が続いてたのに、はい、記録をと、うん、やった瞬間から、記録を作った瞬間からエラーがポンポンと増えたというのさ、どっかで緩んでしまうのかもしれない。やっぱり緩むというか、ちょっと楽になるんだろうね、気持ちが。達成したっていう感覚を意識をしながらやってて、はい、そのぐらいの緊張感があってって、記録に並んだ、抜いた、その瞬間にちょっと緩むんだろうね、気が。それがこういうふうにつながっちゃうのかもしれないですね。かもね、はい、うん。さあ今度5月になります。5月9日近鉄の野茂英雄が草薙球場での日本ハム戦に先発して10奪三振を記録、プロ野球新記録となる6試合連続2桁奪三振、6試合連続です。あのさ、森内さ、はい、1試合27アウトなんだよ、はい、そのうちの2桁奪三振って10個以上取ってんだよ、はい、約3分の1今日は三振に取ってくれてるんだよ。これが野手にとってどれだけ楽なことか。そうですよね。そう考えたらすごいでしょ。しかもそれを6試合連続でずっと続けて、ね、いたっていう。それも10個っていうことはないよね。そうですね、10何個ってことですもんね。10何個っていうことだと思うよ、うん、そしたら、まあ、簡単に言えば半分三振取ってくれるって言ったら野手楽だよ ね、 そうですね、飛んでこないんだもん。まあ、動かなくていいというか。まあそうだね。そうですよね。だからやっぱすごい記録だよ。やっぱ野茂さんってすごいんですね。いや、すごかったね、やっぱりね、振り返るとね。さあ今度は5月15日です。広島は津田恒美を支配下登録から外し練習生とすると発表。で治療のための、まあ、入院、これにこのためだった、ね、うんうん、ちょっと寂しいニュースだったよね、当時から、はい、でも郷土の後輩じゃない、山口県の。あ、だから大丈夫かなっていう、なんか心配をすごくした思い出はあるけどね。うん、うん、で、はい、5月の29日になります。オリックスのドン・シュルジーが日本生命球場の11回表の来日初打席で赤堀から1号ホームラン。パリーグが1975年、うん、DH 制を導入して以来投手がホームランを打ったのは初めて、うん、だって投手が立たないもんね、打席に。あ、そうだ、そうそう、そこに DH を入れていくからさ、あ、そうだ、投手が立つっていうことはないんだけど、でも1975年からもう DH 制っていうのは導入されてんだね、パリーグは。もう早かったというか、その時点からだったんですとか、最初なかったんですか、ね、DH は。最初はなかった、やっぱセリーグは人気が先行してて、はい、パリーグを人気を出すためにいろいろ2期制をしたりだとかさ、まあ、こういう DH 制を導入して人気を集めようとしてたんだよね、はい、うん、一生懸命だったんだパリーグが。でも
もそこからまあパ・リーグが強くなってどんどん行くっていう形になっていくんですもんね。またパ・リーグが今はもうどこもその人気がどうのこうのっていう球団はないよね。そうですね、もうみんな人気あるよね。はい、さあ今度6月になります。6月8日です。広島の大野豊がヤクルト戦で今季11セーブ目を挙げ、連続11セーブのプロ野球新記録を樹立する。うん、それまで10だったからね。で、まあ、大野さんがだから津田が入院をし、はい、大野さんが後ろに回ったということだよね。うん、あ、そうですね。あ、で、6月18日です。中日の、彦野が名古屋球場での太陽戦です。また何かありますね、きっと。太陽戦の9回裏に3号サヨナラホームランを放つが、一塁を回ったところで右膝を押さえて倒れ、ダイソーの山口がホームイン。いや俺さ、はい、セカンド、多分その時セカンド守ってたと思うんだけど、はい、あーやられちゃったと思って帰ろうと思ったら、うん、ヒコロがひっくり返って寝てんだよ。はい、回ったところで、うん、あれどうしたのって、うん、でこのまま回れなかったら、うん、このホームラン取り消されるのかなとかさ、いろいろ考えますよね。いろいろ考えた。だから報復前進でも、はい、回っていくのかなと思ったんだけど、それグラウンドで見てたってことですよね、引き上げずに。俺はね、はい、どうすんだろうと思ったらダイソーがあるんだね。これルールであったんですね。いやだからその時初めて知ったんだよ。だからダイソーはどっから走り始めたんでしょうかね。一塁から。え、一塁から。一塁スタートでいいんですね、そこは。じゃあ、うん、一塁スタートでいいんだね。でホームインしてなんかみんなにこうわーって、まあそんな気分じゃないよね、もうヒコロひっくり返って裏に入ってんだから。もうそうですよね。でとりあえず走るだけ出てきて、うん、試合終了みたいな。そうだよ。ああ、こういうこともあるんですね。そういうことがあったのね。はあ、はい、次は7月です。7月16日、はい、中日の宇野が、東京ドームでの巨人戦、はい、2回表に桑田真澄から三振を喫し、日本人選手としてプロ野球新記録の23試合連続三振を記録する。まあ三振も凡打も一緒だっていう考えだからさ、宇野は、まあ、同級生なんだけどさ、はい、やっぱ豪快な男だよね。面白いですね。もうとにかく中途半端なスイングはしないもん、宇野さんらしいというか。あー、らしいらしいですね。でも面白い、特徴があってもいいんじゃないのかなと思うけどね。そういう面白い選手がいいと。そうですよね、記憶に残りますからね。そうそう、うん、そうそう。で7月31日です。プロ野球のオーナー会議がホテルで開かれ、ロッテの球団社長代行重光氏が来シーズンより本拠地を川崎球場から千葉マリンスタジアムへ移転することを発表する。そうだね、うん、まあ川崎がいよいよなくなるっていうことだよね。まあ太陽も使ってたし、太陽が抜けた後にロッテが入ったりだとかしたから、うんうん、伝統があったんだよね、川崎球場ってね。そういう意味では、うん、それがもうなくなるというちょっと、まあ、一つの寂しい、うん、俺ら太陽からすると、俺は使ったことないけど、はい、やっぱ川崎球場がもう使われなくなるっていう寂しさはあったよね。うん、さあ今度9月です。9月23日中日の、球団社長の中山氏が監督の、星野仙一が今季限りで辞任を申し出ていることを明らかにする。まあ体がもう疲れたんじゃないの、星野さん。あれだけ怒りまくって自分が先頭に立ってやってたからさ、はい、やっぱちょっと疲れたんだと思うよな。監督も大変ですね、そう考えると。監督大変だよ。10月1日です。日本ハムの監督、近藤貞夫が、東京ドームでの最終戦となる近鉄の試合の終了後、近鉄戦との試合の終了後に記者会見し、監督を退任すると表明。うん、まあスーパーカートリオを作ってくれた人だよね。そうですね。そう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 。いやだからまあこれでユニフォーム脱いだらもう近藤さんはユニフォーム着ないかなっていうふうに思ってたから、ちょっと寂しかったな。はい、ちょっと寂しいといえば寂しい、ちょっとことが立て続けにあるんですが、10月4日阪神は田尾靖氏が引退表明すると発表、うん、さらに10月8日は、大栄の島田誠、うん、で10月10日は太陽の田代富夫、10月12日はヤクルト尾花高尾がそれぞれ現役引退すると発表した、うん、まあ、田尾さんはね、まあ、今も一緒に仕事やってるけど、はい、その首位打者争いの時にさ、うん、ね、5打席連続敬遠、うん、でも最後の敬遠の時には2球振ったんだよね。あ、そうだっ
んですね。あでそういうこう抵抗していったという、うんまあ、そういう思い出もあるし、島田誠さんはやっぱり足の速い人でさ、一塁二塁本当って、うん、なんていうサイクル盗塁っていうのかな、そういうのを達成した人なんだよ。あすごい、そうなんですね。ああ1イニングでそれやったんだよ。で田代さんはやっぱお世話になったもんね。うんうんうん、小花さんはよく打った。あ、小花さんから豊さんがってことですね。でもピッチャーライナーをさ膝に当てちゃってさ、俺あ言ってましたね、豊さん。あ多分骨折したんだよね。だからそれが申し訳なかったなと思って。でも、うん、ね、名選手が次々に続々と引退表明していったってことですね。まあそうだね、うん、はい。そして10月13日です、広島対阪神のダブルヘッダーが広島市民球場で行われ、第2試合広島が阪神に2対1で勝ち、5年ぶり6度目のセリーグ優勝を果たします。で10月14日太陽は打撃コーチの大杉克夫が対談したと発表します。大杉さんがさバッティングコーチになった時に、はい、俺はもうね現役のユニフォームの脱いだ後にユニフォームを着るチャンスなんかないっていうふうに思ってたらしいんだよね。でユニフォーム着れたことがすごく嬉しいと。で、うん、大杉さんって怖い人だっていう印象が周りにあるんだろうけど、うん、ものすごく優しくてさ、温厚な方でさ、はい、で俺学生の時から何かあったら大杉さんに、まあ、例えばバットもらったりとかしてたから、ああ大杉さんが来てくれるんだと思って、うん、バッティングコーチでも何にも言わないんだよ、豊か、お前好きに打てと、うんうんうん、ね、でやっぱり人生から考えて、ね、お前が困った時に俺はアドバイスをするって、だからいつもニコ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 してね見守っててくれた人なんだよ。でもガンで亡くなっちゃったんだけどさ、だからすごい悲しい出来事だったな俺は。やっぱり対談発表した時はあーってなんか寂しいな、自分を見守ってくれてる人が一人いなくなってしまうんだなっていう心情ですよね。そうだね、うん、そして、はい、同じく10月の18日です。中日は高木守道が、来季より監督に就任すると正式に発表、星野さんから高木守道さんへ、はい、そうだね。で10月28日です。日本シリーズ第7戦が西武球場で行われ、西武が広島に7対1で勝利し、4勝3敗で2年連続の優勝を果たします。はい、そして強いな、もう西武強いですね、やっぱりもう、うん、この時80年代90年代です。なんかさこの年次を始めてからさ、うん、なんかパリーグしか優勝してねえんじゃないかって思うぐらいパリーグ強いな。なんかな強いですよ。でなんかほとんど西武の優勝とか、まあ、あとは近鉄阪急ありましたけど、なんかほとんど西武伝えてるような気がします。パリーグ強いですね。強い強い、もう当時から強かったんな。強かったですね、振り返ると。で11月6日になります。広島は津田恒美から出ていた退団届を受理します。そうだね。で11月18日、ロッテは来季からチーム名を千葉ロッテマリーンズに決定したと発表します。まあロッテの歴史が変わっていくっていうことだよね、千葉に移転して。で12月5日です。阪神甲子園球場のラッキーゾーンが撤去されます。はい、ホームラン出るんかいと思ったよ、あその時は。いややっぱ浜風が強いからさ、左バッターって特に不利なわけよ。あでラッキーゾーンが撤去だし、うん、で甲子園が好きだったし、はい、あそこでホームランを打つとかやっぱ格別なんだよね。うんうんうん、あれがなくなんだと思って。あそんな風に豊さんも、ああそうそう、だからこれをきっかけになんか球場がどん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 広がっていくというね、大きくなっていくという、そういう時代の流れがあるよねこの年には。そうですね、うん、さあ91年振り返りましたけれども、はい、やっぱりそうですか、やっぱ球場が変わっていったりまた監督変わっていったり選手も、まあ、そうだね、うん、まあ移転もね川崎から千葉に、はい、あの移転もするし、はい、まあ、その前に放送した時にはあの南海があの福岡に行ったじゃない、はい、うん、だいろいろこう動きがある、うん、動き出してる感じがするよね。そうですね、80年代後半から90年代初頭にかけてと、はい、そうだね、いう印象の、はいはい、なる年でした。はい。